さあここからはこれ着てマンデー、今これが着ていますという商品をご紹介する月曜日のコーナーです。今日ご紹介するのはお一人様グッズ、単身世帯も、増えていることでお一人様に焦点を当てた、商品というのがたくさん出ているんですけれども、一人まるまる、最近、最近というかね、もう一昔前からよく聞きますけど、皆さん何か知ってますか？やります、一人まるまる。私あの寂しがり屋なんであんまり一人はあれなんですけど、でも時には一人になりたい時もあります、ね、なりたい時いや私は一人焼肉とか行きますよ。一人焼肉行きますか？行きますよね。あの外食も一人で行くし、映画とかも一人で行って、一人で行くこと結構多いです。一人カラオケもね、一人カラオケも行きます。この前初めて一人回転寿司行ったらやっぱりちょっと寂しかった。寂しいですよね、はい、僕も昔あのちょっと大人な自分に憧れて一人バーっていうの行ってみたんですけど、寂しすぎて一回でやらなかった寂しいさあ、でもね、あの一人まるまる今流行ってるということで、今回はですね、ユニークで新しい商品の開発に力を入れているサンコーの協力で商品4つご紹介します、まず紹介するのはこちら、9ヶ月で5万台を売り上げた炊飯器なんです。これ、炊飯器、お弁当箱みたいですよね。そうなんです。炊きたての、ご飯が食べたいという方におすすめ、超小型炊飯器、その名もお一人様用超高速弁当箱炊飯器というね。高速どういうことですか？ちょっとなんかアニメのキャラクターのグッズみたいな感じが4次元ポケットから出てきそうな名前ですけども、どうやって炊くんですかこれ？これね、使い方ものすごく簡単なんです。動画でご紹介します。中にお米と水を入れて、あとはスイッチを入れて待つだけ、0.5 合ですよね。たったの14分で出来上がるんです。14分、こんな感じで炊きたてご飯できるんです。中村さんの手元にね、事前にセットしておいたものを用意しましたので、開けてみてください。あったかいんですよ。わー、ほかほか、わかります？これ食べちゃっていいんです？あ、どうぞ食べてください。いただきます。新米かしら。ふわふわ、おいしい。これ全部食べられます。いちご、しっかり炊けてますか？いちごかな、 0.5 か、これ 0.5 ですね、おかずなしで、どんどんおかずなしでいけますこれ。しっかり炊けてるということですよね。これあの本体の底にある強力なヒーターのパワーで高速炊飯が実現されていまして、最大で1合まで炊くことができます。お皿に移さずにそのまんまお弁当箱として食べられるというのも便利ですよね。職場などね、もうどこでも炊きたてのご飯が食べられるって嬉しいですよね。そう、もうコンパクトなんでね、バッグに入れて職場に持っていくこともできます。確かに今コンビニでもほらお店で炊いたご飯入れるとかっていうのね、人気じゃないですか。そうですね、炊きたてご飯が楽しめる。ちなみにこれあの防水ですので電化製品ですけども丸洗いできます。お一人様用ってやっぱり洗い物が、少なくなるっていうのもいいですね。そうですね、あの洗い物が増えるとね、また手間もありますしね。会社員の弁当にもおすすめですよ。さあそしてね、この炊飯器さらに進化しまして、なんと2段式も登場してるんですよ。これ2段目はね、おかず用として使えるんですよ。魚や野菜を蒸し料理にしたり、あとはね、レトルトを温めたりということもできるわけです。調理もできるんです。調理もできるんです。なんで職場とか、出先にいながらにして炊きたてご飯、出来たておかずが楽しめると。冬は特にいいですね。おかずもお米もこれ1台で済んでしまいます。では続いての商品に参りましょう。こちら、お湯を沸かすのが面倒、ケトルだと時間がかかる、ウォーターサーバーを置く場所がないという人におすすめの瞬間熱湯サーバーです。ものすごくコンパクトですね。これでね、もう一瞬でお湯が沸いちゃうんです。これね、ペットボトル刺すだけなんですよ。ペットボトルを刺すんですか？そうなんです。必要な分だけね、すぐに沸かすことができるホットウォーターサーバーなんですけれども、これでお湯沸くのどれぐらい時間かかると思います？3、4分はかかりますよね、普通は。1分とか？さすがに。甘いですね。甘い。2秒です。2秒でお湯が沸きます。すぎる。これ使い方ね、ペットボトルを専用のキャップに付け替えて本体にセット、そしてタッチパネルを押すだけということなんですけども、じゃあ本当に2秒で沸くのか、まだ信じられないと。信じられないですよ。皆さんもいるかと思いますので、実際にやってもらいましょう。武田さんどうぞ。私の手元にペットボトルの
逆さに、はい、逆さにして専用のキャップがついててセットします。どんなペットボトルでできると、ロック解除しないといけないですね。ロック解除して、うん、温度が選べるので、はい、温度、まあ、100度にしましょうね、はい、じゃあいきますよ。湯気出てますよ。ちょっとこうカップの縁をあったかい、あったかいです。しかもちゃんと紅茶ができていてます。本当だ、もう刺してすぐでしたね。すぐです。湯気出てる、びっくり、本当に2秒だ。あ、これでじゃあ止めさせていただいて、溢れる溢れる、はい、あ、美味しい紅茶ができました。じゃあちょっと飲みました、ね、ノーツ100度ですよ、気をつけてね、火傷しないように。熱い熱いけど美味しい、はい、一瞬、わ、嬉しいですね、これ簡単で、うん、お茶もね、入れられますし、まあ、カップ麺だとかフリーズドライ商品なんかも先で、これだけコンパクトですので簡単に使えるということです。あのさっきね、武田さんも設定してましたけど、温度4段階あるので、はい、用途に応じて使い分けることもできますし、最大1リットルまで対応しています。だからロックがついてるからね、子供があんまり急に触ったりしないで大丈夫です、ね、誤作動もね、起こしにくいということなんです。さあ、では最後の商品いきましょう。こちら先月20日に発売されたばかりの商品なんですが、中村さん、これ何だと思います？このコンパクトな、キャンプとかで見るような炊飯器じゃないですよね。炊飯器連続で2つ紹介しないかな。はい、そうですね、炊飯器ではないんです。ではない、お鍋、はい、これね、机、あ、お鍋ちょっと近いかもしれないです、はい、机の上で揚げながら食べられる一人用のフライヤー、カラリなんですね。これは贅沢だな、これ。そうなんです、これサイズもね、ものすごくコンパクトで場所を取りませんし、温度は最大200度まで調整できるということです。はるかさんの手元に、実はこれ私自宅に持ってるんです。あ、そうですか。もうちょっとサイズ大きいんですけど、はい、家族でみんなでこれ今ポテトをフライドポテトをね、はい、入れてみますけど、あ、シュワシュワってなってるの分かりますか。上がってる、上がってる、すごい。これね、普通なら妻が一人でずっと揚げて家族だけ食べて妻だけかわいそうなので、揚げ役になっちゃうんですよ。揚げ役になるでしょ、うん、だからみんなでできるようにっていうところで買って、テーブルの上でみんなで揚げながら食べる。お一人様はどうですか。いや、なんか、うん、いいんじゃないですかね、自分の好みのね、お酒を飲みながら、ちょっと熱いかもしれない、ね、え、すごい、行きますか。もう行きますか。いや、気をつけてください。本当熱そうですよ、それ。お、カリ、あ、いい音がしました。熱々ですね。美味しい。これで晩酌がね、ビールが進みそう、ね、家族の会話も進むっていう。そうですよね。これちなみにね、蓋はね、あの、はるかさんの手元にありますけど、トレイとして使えますので、はい、器いらずですし、これ 300ml の、ね、油でできるので、例えばごま油だとか、ちょっと高級な油で揚げてみたいなという時なんかにもね、おすすめですよ。ちょっと油でいいですしね。はい、そうなんです。こんな感じでね、エビフライ、他天ぷらなんかもね、揚げることができます。これね、本当にね、話しながら食べるといくらでも食べられるようになる。はい、まあ、ぜひ、テーブルの上で、揚げ物って熱々が美味しいですもんね。家族の会話も大切ですから、はい、ということでね、ここまでお一人様グッズ、でもフライヤーなんかはね、家族に使えるグッズということで紹介してまいりました。こちらの商品、すべてサンコーが開発販売しています。公式オンラインストア、取扱店などで購入できます。気になった方、参考で検索してください。さあ、今日は視聴者プレゼントがあります。今回紹介した4つの商品をそれぞれ1名様にプレゼントいたします。応募は RSK アプリから、10月5日水曜日、あさってが締め切りとなっています。今回は便利なお一人様グッズをご紹介しました。コレキテマンデーでした。